はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきますか。今回の企画は、ノーマルポケモンのみで、クリアしようという企画でございます。ですね、まあ、とりあえず、ポケモン捕まえながらやっていきますか。ですね、まあ、ノーマルポケモンだけど、あれですよ。あれ。飛行タイプとかの、こういうポッポーとかもちゃんと、使っていくような感じなんだけど、できれば、ノーマルポケモンの、やつだけでやっていこうかなと。まあ、ノーマルポケモンは種類が豊富だから、まあ、ノーマル単体でね、できればやっていこうかなと。だから、この企画を、だからいろいろ、まあ、氷ポケモンはまあほぼ無理やと思うけど、まあ、毒ポケモンとかだったら、もう毒草とかも普通に使っていきます。ただ、毒単体がいるならできれば毒単体のやつを、使っていくような形でやっていくと。シューナよ。コラッタ？よし。さすがコラッタ。だから、今回の最初のメインはコラッタになるんではないかなと。これちょっとセーブするか。になるんではないかなと。ピカチュウ版のノーマルタイプって最初何が出てくるんだろう。よーし。お前は主人公や。牙が2つ、とにかく何でもかじってみる。1匹見つけたら40匹はそこに住んでるはず。最悪やな。よし。コラッタ、お前絶対強くするぞ。お前は絶対主人公にするぞ。もう最初から、でもドラクチってすごいからな。どうしようかな。今回からちょっとニックネームをつけていこうかなと。ちょっと英雄の名前つけようかな。英雄の名前。あ、待てよ。ちょっと今、スサノオっていうのをつけようと思ったんだけど、スサノオは炎がいいな。炎タイプがいいから、ちょっと他のやつにするか。ちょっとウィキペリアで、なんか、英雄の名前を調べたら、インドの英雄の名前、なんか、良さそうな名前めちゃあるな。ラーマとか、クリシュナとか、カルナとか、なんか呼びやすそうな名前がいっぱいある。ナクラ。うん。リシャバ、シャバ、略してシャバ。よし、こいつの名前シャバにしよう。シャバ呼びやすくていい。シャバ、お前の名前はシャバや。シャバ行くぞ。シャバいいぞ。インドの英雄らしいですね。あ、ちなみにちょっとリシャバのリシャバさんが何をしたのか。リシャバ。ジャナ教の24人のティールタンカラのうちの最初の一人で、アーディナータの名前でも呼ばれる。うん、よくわからん。何をした人なんや。全然わからんな。ごめん。なんかよくわからへんやつの名前にしてしまった。まあ、とにかくすげえやつよ。まあ、俺よりかはすげえやつよ。少なくともな。よし、じゃあピカチュウをとりあえず預けていって、ノーマルタイプは多分、ノーマル単体めちゃくちゃいっぱいおると思うから、とりあえず、今回はこいつでいきますか。ちょっとレベル上げながら、ちょっとピカチュウ版調べるか。あ、今回なんでピカチュウ版かっつったら、基本的に、ピカチュウ版でやっていくような感じ、この企画は。相手が頭良さそうだから。もう緑とね、赤はね、めっちゃバカなやつ、バカなね、AI の時がね、あるからな。ウィンディーなのに火の粉覚えてるとかね、ありえないからな。さ、やっていきますか。ちょっとやっていこうかなと思ったんだけど、待って、これ見て。シャバ、レベル3、ポッポ、レベル4、勝てません。これ勝てないよね、普通に。おえー、急所当てれば関係ないというね。6、2。勝てるわけないじゃん。あ、でも急所2回連続当てた。はい、逃げます。勝てません。よーし、レベル6になりました。攻撃力が13、素早さが15。まあ。まあ、とりあえずレベル6。だいたいね、ポケモン始めるときはだいたいレベル6だもんな。で、こっからコラッタ伝説が始まるわけよ。まあ、コラッタ1匹縛りとかじゃないから、ノーマルポケモン縛りが始まるわけよ。なんやこいつは。そっか、ピカチュウ版はこんなんがあるか。うわ、めんどくせえ、酔っ払いに絡まれた。マジで。
うわ、しかもこらった。はい、俺のこらったのが、シャバの方がレベル高い。いや、もうこらった出てきたら、こらったって言わんで、シャバにしよう。シャバって言おう。シャバが出てきたな、みたいな。よーし。では、タキス戦に行きますか。タキス戦の前に、ちょっと、こらっただけじゃ、ちょっと厳しいかなと思って、まあ、ポッポを2匹捕まえてます。まあ、できるだけ使わないっていうことなんですけど、まあ、めちゃくちゃレベル上げまくって、タキス倒すってなったら、まあ、あんまり面白くないかなと思って、まあ、一応ね、ノーマルポケモンなんで、ポッポも。一応ね、ノーマル飛行だもんな。うん。こういったら使えるからな。なので、このポッポーたちとこのコラッタで、倒していこうかなと。まあ、ちょっとだけね、レベル上げたかな。ちょっとだけね。だいたい、レベル6、まあ、カメール、ゼニガメとかで選んだら、だいたいこう、まあ、野生のポケモン戦われたらレベル9か10ぐらいになるはずなんだよな。まあ、ちょっとレベル2ぐらい上げたぐらいだから、まあ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 ぐらいのよ。レベルやろ。適正レベルぐらいやろ。で、ポッポを捕まえた理由なんですけど、もちろん砂かけはね、ガンガンもう目つぶししまくるから、砂かけで。でそれで、石つぶて岩枠を倒していこうかなと。まずは砂かけ。もうこれ砂かけ地にしてもらいます。もう相手目なくなります。石つぶての目って、やっぱ硬いんかな？岩のように硬いんかな？相手、マジ、何もできてない。やっぱ結構食らうね。いや、結構食らう。すげえ食らうな。運良かったな。これもう砂かけ、上限いったんじゃないか。んで、こうだったよ。あ、これ入れ替えにしてない。入れ替えにしてないな。まあ、相手が我慢した時に、入れ替えればいっか。で、電光石火ね。今回今一つなんだよな。やっぱそんだけしか効かないよね。ですよね。まあ、とりあえず、体当たりにして、倍速にしますか。どんなもん。7。で、傷薬の数は7。いける。勝った。よーし。なんか急所がよう当たるな。なんでやろうな。まあいいよ。体当たりで、終わり。これレベル1上がるよね。さすがに。上がらない。上がらにゃい。どうしようかな。まあ、とりあえずこれ、尻尾振るにして、で、我慢しよう。我慢。うわ、締め付けるなんだ。締め付けるってポケモン変えれんのやったっけ？変えれた。締め付けてないじゃん。うわ、耐えたりやっちゃった。全然食らわない。さすが、攻撃力ポッポ。あ、我慢した。やったー。あざっす。これ我慢してる間は、絶対攻撃食らわないんで。で、これ砂掛け3回、4回、5回、これ、もしかしたら、こいつ、もしかしたら、石つぶてより弱いか？我慢したとき、ちょっと砂かけやるか。で、解かれて、で、風起こしみたいなね。うん、死んじゃった。ずっと砂かけ、風起こしやっときゃよかったな。まあ、電光石火やって、で、相手が我慢したときは尻尾を振るしよう。はい、我慢したね。我慢した状態でこうすると、攻撃食らっちゃうから、ね、ちょっと厳しいよね。うわぁ、これ水鉄砲がさ、お月見山じゃなくてさ、その辺に落ちとったら相当良かったんだけどなぁ。たけし戦はね、まあこうなることは予想できとったんだよなぁ。でさ、ノーマル、これノーマル縛りじゃん？で、他にもさ、だんだんと多くなって、まあ氷タイプやら、格闘タイプやらが出てくると思うんだけど、おそらく氷タイプはさ、多分超後半じゃないと、超後半っていうか、もうだいぶ後半じゃないと出てこないじゃん？なんで、まあ、なんとかそこら辺は、そのもう進めた状態で、もう仕方ないよね。出てこないんだもんな。出てこない場合はもうしょうがなく、ちょっと進めた状態でやるみたいなね、形でいく感じじゃないかな。草タイプとかさ、炎タイプとか水タイプとか先やった方がいいんかな。やっぱ御三家じゃん。でも御三家一匹で行ったら超簡単だから、まあ、できれば御三家も、使うけど、平均的に使っていきたいな、みたいなね。技マシンを駆使しながら。よし、オッケー！シャバー！いいね。全然ダメージが、いや回復しないんだ。全然苦戦せんやったな。レベル9か10でも勝てとったな。イワークが思った以上に弱かったな。で、これで我慢ゲットできるんか。これさ、レベルさ、上げまくったら、我慢も結構、いいんじゃないか？よーし。まあ、こっからはポッポはもう捨てるような感じで。
次からはプリンとかピッピとか出てくるだろう。そいつらを頑張って捕まえて、まあ、クリアしていくような感じだね。で最初だってね、マンキーか、まあ、ポッポかしか選べないから、マンキーは格闘タイプ、俺の中ではもう格闘タイプだから、あいつ。一応ノーマルだけど、マンキーは。あいつ格闘だっけ？ノーマルだっけ？もう覚えてないけど。まあ、とりあえず、あいつは格闘タイプの枠なんで、まあ、ピカチュウ版でやるときは、ピカチュウ版の格闘タイプ縛りのときは、あいつをね、すぐ使う。よし、じゃあ、ポッポはお役ごめんで。ありがとうな、ポッポ。よし、じゃあ、プリンピッピーを捕まえた状態で、ちょっと霞戦に行こうかなと思います。よし、じゃあ、ここまで来ました。なんかさ、プリンってさ、ピカチュウ版出ないんだな、あそこ。3番通路やったかな。出らんのやな、全然知らんと。全然出ねえな、ちょっと調べるかと思ったら出ねえじゃん、あれっつってからね。でピカチュウ版限定のロケット弾が来ると、ピッピー育てましたよ。まあポアルンだけどね名前は。まあアーボなんて水鉄砲でいいでしょ。一応メガトンパンチと水鉄砲は覚えさせてるんだけど、なんで覚えさせたかというと、あのコラッタの、覚える必殺の前歯とか電光石火とか強いから、まあコラッタは自力でいけるだろうということで、ピッピは自力でいけません。指を振るとか覚えるんだけど、指を振る覚えるのレベル31という果てしないレベル31、うわやべ、レベル31になった頃にはもうどの辺に行ってんの、もう最後の方近く行ってるんじゃないかな。歌う、噛みつく、死んじゃうんじゃない。急所だったか。まあでもこっちはシャバがいますからね。レベル16。まあ一応ね、平均化させてます。ドーン。うわ。強。もうピッピいらんのじゃねえか。ただね、相手がなんか岩とか、まあ、石つぶてとか岩アクとかだったら、水鉄砲が持っている、ポアルンがいると。もうポアルンって。なんか名前全然思い込まん。ゲンガーでもよかったけど。ピッピーなのに名前ゲンガーでよかったな。嫌な感じ。さ、行くぞ。で、ここ出て、最初さ、この感じやったら、ま、とりあえず、ライバル戦か。ライバル戦行った方がいいよね。で、これスーパーボールあるよね。なんかね、ここら辺に、あるんだよ。よし。覚えてる。まあ、こういうやつもね、ガンガン取っていくからね。ただ、覚えてる限りだからな。わざわざ調べたりはしない。コラッタがどこまで強いか。ラッタってさ、レベル何本で進化するんだろう。レベル16かな、もしかして。16なってるわ。18かな。17のイメージないんだよな。不思議な飴も取っとくか。あ、じゃあ倍速でウィーンと。ウィーンとやっていきますか。じゃあ回復して。ポアルンちょっと座ってとったら、メガトンパンチも水鉄砲もうすっからかになっちゃったから、とりあえず回復して、で、この不思議な飴を取って、じゃ、シゲル戦行きますか。勝てるかな？あ、待て、勝てるかなの前に、死んだらお金なくなって、お金取られちゃうんで、半分取られちゃうんで、ちょっと、モンスターボールを、もう6個ぐらいと、傷薬2つぐらいと、虫除けスプレーはどうでもいいか。傷薬かな。で、残ったやつをモンスターボール買って、OK。さあ、シゲル戦行こう。シゲル戦、勝てるかな。最初はピジョンだよな。ピジョンはシャバで行こうか。で、イーブイだもんな。イーブイか。こっちが不思議だね、選んだら相手はリザードになるから。そん時は、あれだなぁ、水鉄砲でぶちかましたいんだけどね。まずは、鬼スズメだった。そうだった。ピカチュウ版だった。変わるんだった。はい、必殺の前歯。そうだね、ピジョンは、その、サトシが使うから、被るからっていうことで、あえて変えたんだよな。大人の事情で。大人の事情で変えられる。シゲルさん。まあ、相手ハゲだけど。あ、3度出てくるんだ。てか、入れ替えにした方がいいな。入れ替えにしよう。
実況撮るときは。で、かすみ戦さ、おそらく勝てないと思うんだ。で、勝てないと思うから、まずは、サントア2号に行って、もう一回ハゲと戦って、やっていこうかなと。え、みつぱー。次、ケイシーだっけ？一回変えるか。あいつ、テレポーテーションしかできないアホだろ。あ、コラッタだった。そっか、ケイシーじゃなくなってるんだ。え、シゲルのくせにコラッタ使うの？そのコラッタ殺し合うだろ？歌う。砂かけやられてるのに歌う当たるわけね。当たるんですよ。じゃあ、これちょっとシャパに変えて、必殺の前歯よ。よう当たったな。歌う 55% だろ。で、砂かけされて多分 40% ぐらい当たったね。よう当たった。で、電光石火で落として、でも余裕だな。いや、これ、霞戦いけるか？霞は、ヒトデマンとスターミンか。あー、ちょっと、コラッタ、もう重点的にレベル上げて、かすみ戦行こうか。いや、なんか勝てそうな気がする。いや、勝てる。シャバやぞ。伝説の英雄シャバやぞ。何したかわからん。なんか、教会系の、なんか宗教系のやつやけど。よくわからんやつやけど。よし、そしたら、やっていきますか。上にね。よーい。そしたらね、かすみ戦やろうかなと思ったら、ちょっと、ここのさ、話聞いて、ここね、ピカチュウ版だと、人影をもらえるところなんだけど、俺、ポケモン育てるの下手なんだ。この人影も弱いままでかわいそうだから、逃がしてやろうと思ってる。ちゃんと育ててくれるなら君にあげるけど、いいえ。そうか、じゃあどっかに逃がそうかな。って、いや、ありえないから、お前な。野生の人影は出てこないんだぞ。誰からもらったんや。そんな誰かからもらった人影を捨てるなんて、ありえないだろう。みたいなね、ことをね、ちょっと思ったわけよ。はい、じゃあ、かすみ戦やっていきますか。これがね、ただね、言いたかっただけ。いやー、人影捨てるのさすがにもったいないすぎるやろ。飾っとこう、家に。それ、ペットとして買おう。よし。じゃあ、まず人デマンね。一応、シャバレベル20と、このポアルンが、電磁波上に置いてんじゃん。電磁波があるから、ちょっとワンチャン電磁波でやっていこうかなと。うん、ただね、入れ替えにしてないね。なんで俺。忘れとったわ。完全に忘れとったわ。で、シャバには我慢を覚えさせてるから、もうワンチャン我慢で、その、スターミンをいけるかなと思って。お、いいね。ちょ、勝てるんじゃないかな、これ。全然余裕で。なんか人影のさ、そのショート動画作ったじゃん。人影選んだ人はあだこうだ。謎の草あだこうだ、みたいな。これさ、コラッタ育てれば強いんだね。コラッタってレベル何ぼで進化するの？これ我慢じゃなくて普通に必殺前歯でいい。あ、硬くなっちゃった。硬くなっちゃったね。あ、外れたね。やばいね。バブル光線やってきちゃったね。なんぼ、どんくらい？半分、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 半分。我慢できねえ。大丈夫。私はポアルンです。まずは電磁波。うわー、バブル光線。よし。さすがポアルン。よし。ポアルンレベル上げとってよかった。なんか、コラッタの方をレベル上げようみたいなこと言ったけど、いや、待てよ。電磁波覚えるならポアルンでいいわ。と思って、ポアルンの方もレベル上げた、ちゃんと。よし、急所いいねー。耐えたり。ナワイポーツ。ただ、ここで一回回復して、バブル光線を一回耐えるような形にして、よし、硬くなる。よし、OK。うわー、もうメガトパンチか。硬くなるね、あいつら。ディファンダー。硬くなるな。硬くなるな。水鉄砲。これ、バブル光線食らったら一撃で死ぬな。てかさ、相手よう動くな。なんで？マヒレや。硬くなるね。硬くなるよ。よし。あと2回かな。うわー、硬くなるな。なんでバブル光線さ、うわー、外れちゃったー。90% だもんなー。うーわー、お、急所。なんか急所もさ、普通のやつもあんまり変わらん気がするけど。てか、まひらんな、あいつ。なんで、よし。そうよ、それよ。メガドンパンチー。あと一発かな。うわ、微妙。これ水鉄砲の方が食らうかな。うわ、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 うわ。素早さ下がった。やべ。
特殊どんな感じだっけ。特殊33か。ディフェンダーを3回ぐらい使ってるから、さすがに水鉄砲効果今一つの特殊33の方が食らうんじゃねえかな。はい、全然食らえ、もう全然食らえた。全然食らえた。マジか。うわ、これ、やめて。やめて。うわ、もうバカ。多分メガトンパンチでも多分しないやったし、急所。メガトンパンチでもしないやったしな。あ、やべ、金なくなった。あ、やべ。あはは、買い物してなかったよ。いや、でも次勝てるよ、そしたら。あ、でもちゃんとあれやな。ちょっと傷薬いっぱい買っとこう。あ、じゃあ待て。ちょっと虫除けスプレー10個ぐらい買っとって、10個もいらんわ。5個ぐらいでよかったんだかな。で、あとは傷薬をいっぱい買っとこう。よし、OK。ちょっともう一回。いけるいける、全然いけるわ。なんか、ね、船乗っていこうかなと思ったけど、船乗っていこうかなっておかしいけど、船乗って降りて、居合切りを取った後に行こうかなと思ったけど、これいけるぞ。あ、これちゃんとアニメーションありにして、じっくりの入れ替え。あ、これで勝ったわ。勝った。しよし。で、コラッタじゃなくて、ポアルンから行こう。で、電磁波を先打って、メガトンパンチで殴り殺す。完璧。てか、今回はここまでかな。地味に、もうほぼ1時間経ちます。カットしつつやけど、俺はもう1時間やったら1パートって決まってるからな。よし、さあ行くぞ。まず電車。あー、ディフェンダーやってくるんだ。まあ。そこら辺はね。はい、電車いいね。絶対当たる。新しいやつ、90% やったっけ？びっくりした。90% かよ。ほっぺたスリスリは 100% で、プラス、ダメージ与えられるというね、脅威の技。やっぱコラッタの必殺前歯って強いんだな。うわお。これバブル光線一回耐えんよね。傷薬一回打って、硬くなるやってくれんかな。あ、しべて動かない。そうです。それがありました。そりゃそうや、3回に1回はまひるから。普通に考えたら。で、ポアルンのレベルが321。これ入れ替え戦でいいな。入れ替えやったけど。入れ替え戦でいいな。また戻さないけんや。まあ、電磁波。硬くなる。よし。キャキョン。電磁波やって。うわ、硬くなるずるいな。くそ、ピカチュウがおったらな。まあ、ピカチュウおるんやけどね、本当は。いや、ピカチュウ、むしろ隣におるわ。お、急所、いいね。硬くなる関係ない。しかもまひ。外れる、硬くなる。なんだこりゃ。バブル光線打ってこいや。何ナメプしてんだよ。ディフェンダー硬くなるね。硬くなに硬くなるね。メガトンパンチ3発かな。お、バブル光線きた。これさ、落ちていいかな。落ちて必殺の前までいけるんじゃないか。うえ、急所なんか知らんけど勝った。運ゲーで勝った。てかさっきのが運悪すぎたんやな。普通に勝ったな。全然、普通に勝ったな。やっぱポケモンは運ゲーですか。余裕で勝ったな。全然、なんで負けたんかわからんぐらい余裕で勝ったな。バブル光線、いいね。バブル光線誰か覚えるかな。ピピ覚えるかな。あ、バブル光線さ、こうやって覚えんやったっけ。覚えられるよね。やった。これって覚えさせよう。我慢いらんわ。だってバブル光線で一撃で死んだもん。じゃあ我慢を覚え忘れさせて、バブル光線、よっしゃー。はいはい、無敵。無敵ではないけど、だいぶ強くなったよ。そしたらちょっと次は、調べながらノーマルポケモン1匹か2匹ぐらいそこら辺に落ちてんだろ。まあ、その落ちてるポケモンを捕まえようと思います。あ、ちなみにピカチュウ版は、ニアースが出てきません。なんで？ニアースちょっと使いたかったのに。なんで？